はい、今回の話はですね、まあ、雑談配信という、名目でやるんですけど、まあ、反復強制の定義って結局どうするのかと、そういうテーマの話です。ちなみに注意ですけど、今回の話は結論とかいうのがあんまなくて、モヤモヤで終わります。まあ、なんか一緒に考えていこうみたいな、そういう雑談配信の方針だと思っていただければ、と思います。反復強制法っていうのはまず分かってるという前提の話なんで、まあそうじゃない人はもうちょっとこの話にはついてこなくていい, いんですけど、まあ9年のセットセオリーでは、反復強制の定義はこのように、定義されています。まあ P っていう、単純序と、Q ドットっていう半順序のネームがあって、まあ、それの反復ですね。スターっていうのは、まあ、こんな風になると。まあ、ポイントは、Q ドットのドメインにあるようなネームだけを対象に、こういう風に、こういう条件を満たすものを集めてくるっていう、そういう定義ですね。まあ、明快で分かりやすくて使いやすい定義だと思いますが。で、ただこれには問題が、まあ、あって、まあ、無限回の反復とかをするときに、カウンタブリークローズドとかいう、そういう性質とかが、まあ、壊れるということがあり得ると言われております。言われているというか、まあ、そういう現象が起き得ます。まあ、どういうことかというと、まあ、P がカウンタブリークローズとかで、Q ドットみたいなのが、1でカウンタブリークローズであることがフォースされているようなネームとかそういうことですね。そういうものを何個もつなげていったときに、無限回のところで、まあ、無限回つなげた後のやつっていうのも反復強制で、作れるわけですけど、そういうふうな、ポセット、その結果としてできるポセットも、カウンタブリークローズだったりすると嬉しかったりするんですけど、まあそういうのが成り立たなかったりする。で、しかもそれが単純に成り立つ場合がある、成り立たない場合があるっていうんだったら別にそれはそれでそういう定理だって話になるんですけど、逆にこのフルネームっていう概念を持ち出すと、ちゃんとその定理は絶対成り立ちますよみたいなことが言えたりするわけですね。まあそれがまあ具合が実は悪いんじゃないかと思えるところで、どういうことかというと、結局その反復強制に関する定理っていうのが、ネームのフォーシングランゲージ上での意味内容じゃなくて、ネームそのものの性質に依存してるっていうことなんですね。だからさっき言ったように、1でカウンタブリークローズであるやつがっていうのが、フォースされていたら、これこれ、反復したら、その結果的にできるやつもカウンタブリークローズですよっていう定理は、まあ一般的に結局成り立つっていう、まあその、今ちょっと前提条件とか、結構、ね、はしょって言ってますけど、結局それは成り立つことは成り立つっていうような定理で、ただ、定義のせいで、ネームをちゃんと選ばないと、ない、それが、そういうふうに言えませんよ、みたいな、条件が、状況ができてるっていうことですね。それが、なんか、定理っていうか、理論の作りとしては、なんかあんまり美味しくない感じもすると言われればそうかもしれないというところがあります。で、それを受けてというわけではないんですけど、まあ、バームガルトナーのイタレテッドフォーシングというテキストの方では、P スター Q ドットってのはこういうふうに反復強制は定義されます。これは、こうするとですね、まああんまりそのさっきのような議論とかなくて、ネームの性質に依存せずに、さっきのクローズドネスの保存とかができるみたいな、保存って言い方がかっこおかしいのかな。まあ、クローズドネスがこう遺伝するっていう遺伝じゃないかな。こういうのは何て言うんだろうな。まあいいや。まあそういうことは、まあ割かしスッキリと言えるという、利点がある。あります。なんだけれど、これどう見てもですね、これそもそも集合じゃないんですけどっていうツッコミがあるわけですよね。VP ってネーム
の集合、クラスなんですけど、ネーム全体のクラスなんですけど、ネーム、同じ、この、Q ドット、スモール Q ドットがラージ Q ドットに入ってるという条件だけだと、これと同じ、これを満たすというか、これと全く同じ働きをするネーム Q、スモール Q ドットの、まあ、コピーみたいなやつはいっぱい実は存在するんですね。だから、これは、まあ、簡単にこれ新クラスになってしまうということが分かってしまうんですけど、じゃあ、まあ、だからこそなんですけど、まあ、本質的に必要な部分だけ持ってきて集合にすれば、まあ、なんとか通るっていうのも知られています。で、まあ、具体的にというか、本当にこれ、なんかうまいとこ本質的な部分持ってきて集合にできるのかっていう疑問に関しては、まあ、まあ、次のような説明を、まあ、していくことができると思います。どういうことかというと、まあ、Q ドットっていうのは、まず半順序のネームで、半順序になるってことは分かってると。だから、まあ、それで、しかもですね、P っていうのが、まず、あって、その P の、P の中でどんなジェネリックフィルターが取られるかによってこいつは変わってくるんですけど、結局そのバリエーションっていうのが、Q ドットの正体が何になるかというバリエーションが、まあ、P の半差のノードぐらいでしか変化できないわけですよね。そうするとこの Q ドットっていうやつの、まあ、例えばこれは順序数上の順序、順序数の上に定義される順序だとしても、まあ、P のサイズがカッパーとかやったら、コフィナイティがカッパーであるような、なんか順序数、シグマっていうのがあって、まあ、それの中でしか、なんか Q ドットは変化、Q ドット自体は変化できないとか、そういうことが分かってきますよね。で、さらに、その Q ドットの中に、まあ、スモール Q ドットとかを、まあ、こういう条件に満たすやつっていうのを考えていったりするわけですけど、こいつ自身、こいつ、このスモール Q ドットが何になるかっていうのも結局、その下の方、範囲でしか、さっき言ったシグマの下の範囲でしか動かないんですから、まあ、結局この Q ドットに対応する、まあ、Q ドットそのものじゃなくても、それと同じ働きをするネームっていうのを、まあ、そういう小さい範囲で、作ることができるはずだと。まあ、極大原理とかなんだとか使ったり、ナイスネームの議論だったりとか、なんかそういうのをして、まあ、そういうのを作れるっていうことになってくるので、そうすると、まあ、本質的には、なんか十分でかい V、十分でかいシーターに関する、まあ、V シーターですね。まあ、ほんの今宇宙の、まあ、フラグメントというか、まあ、子切片ですね。だからそういうの十分でかく取っておけば、その中で、まあ、収まるオブジェクトになると。あ、もちろん、その、収まってるオブジェクトの中で、まあ、必要最小限なものが起こってくればいいということですね。そうすると、少なくとも Q、少なくとも P スター Q ドットに入ってるべき要素はちゃんと入ってるよということですね。それがどれだけでかいとかいうことは関係なしに、入ってるべきものが入ってるっていう状態にはできるということです。まあ、それをなんか詳しく議論してる人は別にあんまりいないと思うんですけど、まあ、それはそれで、まあ、そんなもんだな、みたいな感じでみんな了解してるような気がします。で、その定義を受けて、カミングスっていう人が、カミングスが、フィデレーテッドフォーシング&エレメンタリーエンベディングスっていう、これなんて言うんだっけ、そういうの。まあ、文章をですね、これハンドブックオブセットセオリーのボリューム2の中の、一節というか、一節一章なんですけど、その中で、反復強制って大体こういうふうに最近は定義されてますよね、みたいな、ことで書いてる段落があって、そこでは、まあ、さっきのバームガウトの定義、に加えて、カノニカルのネームっていう条件を付け加えています。
ていうのは Q ドットがカノニカルなネームってことなんですけど、それは Q ドットと同じ性能のある、また1で全く同じものになることがフォースされているということですね。同じ性能だったら、トランジティブクロージャーとしては、のサイズが、その Q ドットは一番小さいやつですよということですね。まあ、そういう、トランジティブクロージャーのサイズが Q ドットのやつよりでかいようなやつっていうのは、まあ、ここに入ってこれないっていう、そういうことですね。一番小さいやつだけを持ってきましょうっていう、まあ、そういう定義ですね。モデルのエンベッディングに関する定理のための工夫らしいんですけど、まあ、そういうふうにして、なんか、もうちょっと具体的にちょっとさす、制限かけようじゃないかっていう話ですね。あ、それでちょっと言い忘れたんで補足しておきますけど、9年のセットセオリーで、あ、P が Q ドット、スモール Q ドットがラージ Q ドットに入っているっていうのをフォースしているっていう条件で、バウンドアウトなのは1ですね。1で Q、スモール Q ドットがラージ Q ドットに入っていることをフォースされているっていうような条件になってて、ここの2つの違いはどうなんだろうっていう、思われるかもしれないんですけど、ここはあんまり、実はここはまあ本質的な違いはなくてですね、まあ、P でこれがフォースされてますよっていう条件なんだけれど、実はこういうのがあったら、1でこれがフォースされてて、かつ P 以下ではこれと一緒ですよっていう、なんか別のネームとかを抑えることができまして、まあ極大原理とかそういう話なんですけど、でそういう、そういうのが抑えれるので、結局あんまこれと変わらんのですね。その場合は。そういうのがちゃんとこうやって入ってきてくれるんで、まあどっちで定義してても問題ないっていう、そういうような事情があります。だからまあちょっと、あんまりそこら辺のことを先に説明し忘れたんですけど。はい。で、まあこういうふうに、まあカミングスはこういうふうに定義してることが、まあ大体多いですよね、みたいな、ノリで書いてくれてるんです、くださってるんですけど、ただ、これでもね、どうなんだろうなってちょっと僕は思うわけですね。どういうことかっていうと、だとしても、これでもまあ、なんか想定外に集合としてはでかくなったりしたり しませんかねっていうことで、まあ世の中にはですね、まあこの、ポセットの濃度を参照している定理っていうのはいくらかあるわけですよね。あとはそのネームとかを、まあポセットがあったらそれに対するネームが何個あるとかいうカウンティングとか、だったりなんかいろいろ、まあ、ハンサーのサイズがどの方にみたいなこと言ったりとかするときに、ポセット自体の濃度を参照したりとかするような、工夫とかもいろいろしたりするわけじゃないですか。で、そういうときの定理に全くこれ使えなくならんかなっていうところですね。危惧してるのは。どういうことかっていうと、まあ、Q ドットっていうのがあって、トランジティブクロージャーが一番小さいようなっていうんですけど、トランジティブクロージャーのサイズが同じようなワイドってやったら、まあ、ここいっぱい入ってこれるわけじゃないですか。っていう風に考えると、なんか、必要以上なネームがたくさん入ってませんかねっていうところが、まあ、気になってくるわけですよね。だからまあ、私としてはですね、こういう時どうしたらいいかっていうのは、まあ、一つアイディアとして、まあ、私が思ってるアイディアは、結局、まあ、この、VC いった、今さっき言ってたように、バウンドアウトの話がずっとなんですけど、なんかで、十分でかい VC いったの中に取っとけば、これ自体は定義、集合として定義可能ですよねって話に加えて、まあ、VC いった自体は集合ですから、今 ZFC で考えてるんだから、それ全体の整列っていうのは、取っておくことができるはずで、まあ、それの整列取っておいて、それでさっき言ったカノニカルネームっていう条件に加えて、カノニカルなうち、この整列において最小なものっていうのだけ取っておくっていうふうにすれば、これは一時的なものがゲットできるはずですよね。だから必要な、あるべきネームのうち、最小の、これについて、まあ最小というか、まあつまり、あるべきネームを出会って、一時的に
そのあるべきものは一時的に定まるというような状況っていうふうにしておいた方が、なんか、まあいいことが多いんちゃうかなって思ってて、思ってるんですけど、まあ結局誰がどんな定義を使うかっていうのは、まあ、その時その時の、まあ目的次第という面もなんかいくらかあるのかなっていう感じはします。とは言ってでもですね、とは言っても、じゃあそれでなんか反復行政やり始めるっていう人になんか丸投げしてる感じがあるというか、業界内のスタンダードっていうのがどこにあるかっていうのがあんまりよくわかってなくてっていう状況なんですよね。で、結局のとこそのまあ私は何が最適なのかっていうのは未だによくわかってないわけなんですけど、こういう問題を考えるときに、まあ往々にして、まあ集合論者というか、は何を求められてるかっていう感じで、まあクラスサイズのオブジェクトが出たら、まあさっきのバームガウトの話ですね。そうしたらどうにか本質的な必要な部分に切り詰めて、厳密な話をしたかったらそういうふうにして再定義できるんじゃないかっていう話を、まあしなきゃいけなかったり、あとはそのサイズ、最後に僕が言ったように、サイズとかを制限したいみたいな話があって、同値なフラグメントがいっぱいあるような、そういうオブジェクトだったら、まあ多分、スコットのトリックっていうのがよく言われてますけど、まあそれの編集というか、だと思いますけど、まあそういうようなことをして、まあさっき私が言ったのはその手のことだと思うんですけど、そういうようなことしてなんか合理的なサイズっていうのを、まあ定めるというか、まあそういう風に切り詰めるっていうことをできるんじゃないかっていうふうに、まあ疑ったりとか、まあそういうことを、まあ当然、まあ集合論者はそれらを当然してくださいというように、まあ言われてるような気がするわけですね。ただまあそういうことをなんか、じゃあ、そういうふうに言われてるような気がするけど、そういうふうに仕事言われた覚えはまあないというか、みたいな感じなんですけど、ということで、まあ今回の話は以上という感じですね。まあ反復強制の定義って結局どうするのかっていうのが、なんかみんなの集合論者の中で完全になんか同意が取れてるかどうかっていうのはわかんないですし、あとまあなんか使う用途によってやっぱりいろいろ変えてるんじゃないかなっていうのは思うんですけど、まあちょっと私にはよくわかんないんですけど、まあ今後そういうことがなんか疑問に思った時は、なんかこういう今さっき言ったようなことを考えるというようなことを、まあ、各自の考察の心理の参考にしていただければと、思いました。以上です。それでは失礼いたします。